どうも、アイチです。この動画と同時刻にですね、一本今動画を公開しておりまして、これが新しい勉強動画、まあ勉強シリーズのね、ものを始めたんですが、今回の動画は、そのシリーズに込めた思いの部分と、そして、できれば皆さんからアドバイスが欲しいっていう、の思いがあって、ちょっとそれを聞いて欲しくてですね、よかったらお付き合いください。ちょっとみんなからのアドバイスが欲しいです。で、まずそのシリーズ何かっていうと、サクッとシリーズ、まあ、サクッと勉強するシリーズなんですが、自分の今までの勉強動画の弱点をちょっと分析したときに、まず、音が出せる環境じゃなきゃ勉強ができない。まあ、イヤホンを使わなきゃ勉強ができないっていうところと、やっぱり一本勉強するにはだって長くなるってどうしても。っていう、まあ、これが一個デメリットとして自分の中であったと思います。で、もちろんそのね、応用問題がないとかいろんなことはあるんですけど、まずこの二つをちょっと解決したかったですね。で、そのために、一個目がその音が出せなきゃいけなかったもの、音がなくても、イヤホンがなかったり、音が出せない状態でも勉強できるものにしたかった。そしてもう一個は、短くサクッと勉強できるものにしたかったと。で、この二つをどうしてもこう叶えるために考えたのが、そのサクッとシリーズです。で、これは全く自分は喋ってません。今までは自分は勉強動画とか、まあ、この機械を通してるので、無機質になってほしくない。人の体温を感じるもので、勉強動画があってほしいっていう思いがあって、ずっと自分が出演して撮ってきたんですけど、今回撮ったものは打ち込みでやってるので、もう完全に機械です。まあ、機械ですって言い方もあれですけど、になっております。だから今まで勉強動画を見てくれた方にとっては、うんって思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、自分の中ではその本編の方はもう自分が出演して撮ってるので、その違う趣旨で、その二つを叶えるためには自分が喋ってしまうとちょっと長くなるかなと思ったんですね。もちろん、見ていただけたらわかるんですけど、問題が表示されて答えが出て、問題が表示されて答えが出てっていう、今回5問で撮ってるんですが、一応5問から10問の間、まあ、区切りがいいところで撮っていこうと思ってるんですけど、まあ、そういうのをやっていきたいと。とにかく、その反復した時に、基礎的な単語、まあ、歴史で今撮ってますけど、基本的な単語の部分を反復練習でどんどん覚えていってほしいっていう、基礎固めのね、に力を手助けがしたいと思って、このシリーズを始めました。で、その問題表示時間とかも一応問題表示5秒にして、答え表示2秒にしてるんですけど、基本的には。そのサクサクと、動画止めてもらっても構わないんですけど、なんだっけなっていう考えなくても、すぐスッて出てくるぐらいに反復練習ができるようにっていう、まあ、いろんな思いを込めて今回作ってます。ただ、それは自分の一人よがりであって、実際じゃあ見てくれたみんながどう感じるかっていうところもあると思いますので、それをですね、もちろんその、勉強動画の方のコメント欄でも構わないんですが、できればこっちのコメント欄の方に書いていただけると、参考にさせていただきますので、よかったら意見の方を書いてみてください。正直ですね、このシリーズは非常に、今までと形が違いすぎるので、不安な面はあるんですが、自分が、学生、中学生だったら、どういうのが欲しいかなって思った時に、やっぱりこれが一番自分の中でベストだったんです。こういうものがあったら、本編の詳しい説明のやつもあって欲しいし、それプラス、サクッと復習できるものがあったらいいなと思って作りました。で、もし好評であれば、他の科目とか、まあ、ちょっと著作権の関係も出てくるんで、できないのも出てくるんですけど、できる限りやっていきたいなっていうところ。そして、まず、この1週間、7日間は予定が入らなければ毎日投稿します。このシリーズ、サクッとシリーズは。1日最低1本、上げていく。で、好評であれば、この夏休み40日間、頑張りますんで、毎日投稿できるようにやっていこうと思ってますので、ぜひ、いいよって、もちろん対象じゃない方いると思うんですよ。中学の歴史で撮ってるので対象じゃない方も多いと思うんですが、確かに高校生の方とかね、過去振り返った時に、あったら勉強しやすかったらもいいと思うよ、こういうのもって思ったら、ぜひ高評価の方を押していただけると。で、逆に、いや、これはちょっと役に立たないと思うっていう方は、ほんと低評価を押していただいて構わないので、その辺、ちょっと参考にしますんで、ぜひ、皆さんの意見か、もちろん意見じゃコメント欄がなくても、高評価、低評価の方でいいと思うと、いや、これ良くないと思うっていうのを、押していただけると、参考にさせていただきますので、ぜひ、力を貸してください。よろしく、お願いいたします。